おっそっす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。中級者向けチャイムズ60秒スピードラン参ります。8月18日にいただきました。友達さんと一緒に作ってとのことですね。ありがとうございます。よいしょー。あ、死んだ死にまーす。そのまま OK。 1、2、ヒー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 スピン。はい。あー死にそう。うー死にそうですよねー。高め、これでどうだ。オッケー、トントン、そのまま降り、うわっ、壁キックしてくるりんして右手、あーなるほど、こうしてこうして、はい、帰ってくるやつに当たらないようにスピン。はい、結構難しいですね、これ。多分時間足りてないな。2、3がりゃ、オッケー、危ねえ。はい。はい。あ、危ねえ、ギリギリキャッ。うわー、叩く、危ねえ、ギリギリ。30秒だもんね。まだ土管じゃないんじゃない？ドア。いやー、終わったー。これ、コウメだ。あ、なかった、助かった。でも、まだ、でももう時間的にやばそう。は？はい。はい。よいしょ。あ、別に入んなくてもいいんだ。右からこう、回ってきてもよかったんですね。よかったー。いい人。いい人だわ。あれ、絶対ドア入ったら普通死亡ですから。普通死亡ですからね。マジ助かったー。3月の18日にいただきました。ジェラード、カシス、オルヴァンスを倒せ、イニシエダンジョン、カッコ仮。しかも仮が、仮できちゃったよ。ごめんなさい、ジェラード、カシス、オルヴァンスを、多分、なんかなんでしょうけど、元ネタがちょっとわからないですね。申し訳ない。さあ、土管入りましたよ。鍵。コーラ。あ、ちげえ、間違えた。うぅ、危ねえ、生きる。こうでいい。そこに繋がるんだ。これ入るとどこに繋がる？上？じゃあ上行くでしょ。入るよね、どう考えても。これが鍵。はい。うん、大丈夫。何もいなかった。ガリガリでしょ。嘘でしょ。危ねえ、耐えていく。これ一気に抜けた方が良さ。ゲー、ゲーゲーゲー、オッケー。はい。ドア入ります。土管入ります。もう一回ドッカン入れない。歯が出てきたよ。テレーサーを呼び寄せ。あー危ねえ。あ、嘘、どっかに鍵があるらしい。わかんねえな。ドイツかを倒すだよね。そしたらまあカロンをパウで倒すのが待った上にもなかったな。あ、かぶった。待って、そしたら、こいつらかもしれない。待ってね、カロンの可能性があるんで。こいつじゃない。こいつらではない。もう一匹いるだろう。ほい。あー、バイオン？あ、待って、そっか。ボム兵がいればいろいろできることが増えるぞ。ブロック壊せええかもしれない。待ってね、違うな。え、でも持ってくのきついよね。え、どうしようか。よし、よーし、オッケー。無駄に時間かかったぞ。カットかないよ、あんとこは。ゴール、オッケー。それなら、てっぺん取りたかったよ。あー、爆弾で、ブロック壊すのすごい時間かかった。3月の19日にいただいたコースです。チャヤさん、こんにちは。こんにちは。マリオゴメーカーで作ったコースクリアした人があまりいないので、ぜひプレイしてください、とのことです。ありがとうございます。ただの3段ジャンプじゃないから、クリア率 1% になってるんですもんね。なんでしょう。はひー
よし、オッケー。このコースは、マリオメーカー買って間もない方にはちょうどいいかもしれませんね。もう2年経つんで、あんまりいらっしゃらないと思うんですけど、新規購入されてる方は。でもまあ、いらっしゃるかもしれないですけど。狙ったところで3段ジャンプしなきゃいけないんで、これ、とてもいいんじゃないですかね。狙ったところで3段ジャンプするって結構大事だと思うんで。こんな登り方があったとは。B、右下 B 長押し了解。はい、おお、これいけるんすね。これすげえよな、ほんとに。あ、一回地面に着地してんじゃん、これ。へえ、一回地面に着地してるんだね。じゃああれだ、ちくわのこの空いてる左45度。左斜め上45度に触れてるわけじゃないんですね。どっちかっていうともう、真左って感じなんですよ、触れてるところは。3月の19日にいただきました。いつも動画見てくださっているようです。ありがとうございます。コースを作ってみましたので、ぜひ遊んでみてください。とのことですね。ありがとうございます。ちはやへの挑戦状、改良版。何があったんだ？なんかあったのかな？ガバかなんかが。ありがとうございます。参りましょう。壁キックですね。はい、はい、はい。ふぅ、ふぅ。あ、ボム兵外した。入れますね。はい。ん？ちょっと届かない距離じゃない？右行ってみます。よい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 よ。あ、死んでった。変態プレイだ。あ、鍵もゲットする。ある？ないですね。ということは入れない。これ入れましたよ。嘘！とりあえず登ってみようか、じゃあ。ははーん。右も行けます。土管入るんだろうな。まあ、俺ならこっち入るな。お、正解っぽい。嘘だろ？乗っていく。あぶねえ。俺なら置くな。置かない。置かないの？ほんと？細かい壁キック。ふー、あぶねえ。さっきからそれを警戒してたけど、一気にいけ。ここに出てくるのか。結局ルートが分からずにですね、セーブして中を確認する形になってしまいました。申し訳ありません。はい。で、セーブしないとクリアできない仕組みになってましたけど。よかった、セーブして。はい、はい、でしょ？で、上がります。あ、で、まあ、ここにあるんですけど。ちょっと待った。この辺。OK。で、まあ、ここにこうあって、で、ここにこうあって、で、こうなってたんで、これも絶対セーブしないと無理で、で、土管入りました。で、ドア入ります。ツタが裏にあります。間抜けます。OK！ クリアっていうステージでした。はい。では次行きましょう。3月20日にいただきました。いつも動画見てます。ありがとうございます。小6の僕が1ヶ月かけて頑張って作ったコースで、マヤの遺跡がモチーフになっています。よければプレイしてください。とのことですね。ありがとうございます。今年の3月、あ、でももう中1にはなって、1学期が終了して、今夏休みって感じですか。ありがとうございます。小6と中1ってだいぶ違うよね。初めてさ、多分小6で初めて、あ、じゃあ中1で初めて、先輩っていうワードが結構強くならない？うわー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 、危ねえ、危ねえ。そこを自分はすごい実感したかな。あー、キノコ取られた。あー、落ちる。あ、とりあえず入っておきますか。大丈夫、はい。
マヤの遺跡ってこんな感じなんですか。あ、キノコがあれば上に行けたか。いやー、キノコじゃない、ピースイッチか。え、最初に帰ってきた。ちなみに上は？あ、上もあるぞ、なんか。ほっ。うん、ピンクコインゲットしましたね。これ来なきゃいけなかったんですね、多分ね。ここに立って上押しば OK。 多分右につながる。 OK や。キノコ、ちょっと上は無理そうかな。なんか出てきた。キノコ、はあ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 、そういうことか。これ行かなきゃいけないんだ。はい、やべ、嘘、声入れてなかった。よいしょ。はい、中間ダメだね。ここで上には行けないんだ。ということはもうこう行くしかないですね。昨日こう待ち時間かな。中身はキノコ。上には行けます。あ、道ができた。はい、どうすん、上、はい、多分ボム兵、そうだよね。これで道を作りなさいだよね。違うのか。あ、キノコがこれでいくらでも出ますよ。なのね、なるほど。これは出しといて正解でしたね。はい、あ、でもどっちにしてもちびっこでいかなきゃいけない。死んじゃったよ。あー、なるほど、ツタがあったのか。あ、いや待って、入れたぞ。ピースイッチもあるな。いやマジで長な、相当時間かかりそうだなこれ。やばいね。あぶね。オッケー、コイン取っといて、スター上に繋がりますよ。これ中間がないと。あ、スターって復活すんだ、知らんかった。いやーマジけー。はい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 、オッケー、抜けたけどさ。ピンクコイン足りなさすぎて。いやー、これ先進むのきついな。あ、なんか遺跡っぽくなってきましたね。とりあえずキノコ取った。この辺多分キノコなんだね。あぶね。あー、食らった。あー、うん、ダメだ、入れねえよ。じゃあまあキノコ状態で。ツッコミ、あぶね。ツッコミを決めていく。砲台で上に行く。ピンクコインがなさすぎる。ゴールが見えましたね。いや厳しいな。待ってね、入って、いやー先制攻撃で倒したろう思ったけど無理でした。土管行きます。戦わないに越したことはないな。いやーピンクコインないんで無理です。こっちですねー。あれ、あ、そうだね、これに乗るんだ。落ちたくない、やべ。ここ行ってこう行ってこう行って、これが入れた。オッケー、じゃあここにピンクコイン1枚あるかな。はへー、叩いて何もなし。あ、スター、これ乗らないとダメなのか。これ乗らないとダメなのか。なるほど、あった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 。オッケー、あ、オッケー、ゲットできてますね。よし、オッケー。あとは土管があるとすれば、まあおそらくですけど、あのボム兵エリアでしょう。食らっちゃった。中間早いとこゲットしましょうか。ここでゲットしましょう。2枚ゲットしてる状態でもゲッいっちゃいましょう。
なんかいっぱい溜まっ、あ、ほら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 、いたいた、シルップね、いける、よーし、オッケー。これどこまで来る、あ、オッケーオッケー、はい、キノコ取れます、はいはい、トン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 、あった、やばいやばい、どうすんってる、あぶねー、よし、ピンクコインの全所在地が確認されました。ここでもう一回中間取りたいぐらいだな、これミスると、だってあれだもんね、ミスるとおそらくだけど、これもう一回このブロック壊さなきゃいけなくなりますもんね、厳しいよそれは、時間的にも厳しい、よいしょ、よし、で、あとは確実にキノコを先に回収する、ワンワンにやられる前にね、これでさ、ここ入っちゃっていいのかな、ここなのか、ファイヤーゲット、ドカンかドアか、ドア、あ、なるほど、ここに繋がると、じゃあドカンか、あとはゴールまでの道筋ですね、おお、3分の2中間があった、あ、待て、ヨッシーでスターを取って食べて口に含んでいって、あ、これだ、勝ちモンスター、完全にこれですわ、はい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 、あー取られた、よいしょー、これでどうや、土管、さあ鍵ドアに入る、はい、さあ新たなエリア、え、何ここ、下、本当にクッパさんがいますね、クッパ倒せる、これ緊急回避、緊急回避、チャンス、よし、オッケー、はいはい、さあこれでゴールか、イエーイ、最強装備、勝ち申したか、勝ち申した、よっしゃー、マヤ遺跡の攻略に多分20分ぐらいかけたぞ普通に激ムズコース並みに時間をかけてしまった、しんどかった。さあ本日のラストですかね、ワンワンパーミットエア、意外とタイミングが難しいって話でしたよね、確かね、よし来たー、よいしょー、やっぱタイミング難しいですね、どうしても遅いですね、で調整入れてって感じになっちゃう、かぶる、蹴飛ばす、ミスる、クリアするみたいな感じかな、多数いつもいつもタイミングがどうも遅いらしいです、自分は。動画最後まで見てくれてありがとう、チャンネル登録よろしくお願いします、せーの、チャオー。